僕はね、あのお天道様が見てるって言とが最近、ものすごく好きになってきてるんですよ。で、これ、どういう意味かっていうことちょっとご説明しますね。えー、特定の宗教とかそういうものと関係してるわけではないんです。信仰でもないんです。我々が心ここの中で思ってることとか、我々の心に起こっていること、社会の中で起こっていることを、あのお天道様というふうに僕は言える気がするんです。で、これ、どういうことかっていうとですね、例えばじゃあ、えー、社会的にあるものすごく成功してる人がいるとするじゃないですか。ね まあ、あの、人気もあって、ええ、経済的にも潤っていて、社会的な地位が高いっていう人が、まあ、いたとするじゃないですか。でも、そういう人でも、なんかその人の、まあ、成功とか人気が寄って立ってる、構造というか、あの、成り立ちというか、どういう人によってその人が支えられてるのかとか、あと、どういう理屈で、どういう、まあ、メカニズムで、その人が、じゃあ今のその地位を得ているのかってことって、意外と、まあ、見えてる気がするんですね。 でそれは普段はみんな言わないけども、心ある人は見えてる、少なくとも賢い人っていうか、よく観察してる人、物事を深く考える人は、えー、それを分かってると、それを僕はお天道様と言うといいのかなと、だから、いわゆる虚名というかですね、偽りの名前ですね、とか、あの、拒食とか、そういうことも、いちいち言わなくても、僕は分かってる気がするんですよ。例えばだから、先生と言われる職業があるじゃないですか。 でその先生と言われる職業があって、先生先生って周りから言われていても、その人がどの程度の先生かということは、僕は分かっている気がする、それをお天と様と僕は名付けたいと思うわけです。小林ですは、ね、ある公演の中で、まあ、子供っていうのは、ある程度の年になると、まあ、自分の親がどんな人なのか、周りの大人がどういう人なのかっていうのは、ある程度分かってるんだと、それは口に出さないけど分かってるんだと、それもお天と様ということだと思うんですね。でそのおテント様に照らして 恥じないというか、えっ、ー、と、自主的に自分がいいと思うような方向に変わっていくことを僕は、えー、人間は目指すべきなんだろうと思うんです。あの、つまり、その社会の中で偉いと思われるかどうかとか、いろんな評価を受けるかどうかとか、えー、そういうことではなく、その自分の自質的な判断というか、感じていることというか、えー、その人の弱点とか欠点とか、長所、ね、で、この人はこういう、えっ、ー、と、短所があるから、 対制しないんだとかこの人はこういうことがあって実力以上に実在評価されちゃってんだとかこの人がやってることって実質的にはこういうことなんだということを我々は感じることができてそれをお天道様と僕は言っています、えー、お天道様が一番大事なんだろうなと、えー、お天道様に照らして自分のやってることが果たしてどの程度のものかってことはわかるべきだしそれを基準にいろんな努力をしていくべきだろうと、えー、僕は思っていますということでお天道様については僕が感じていることをお話ししました 脳の共有チャンネル、トルコ、お願いします。ポチッとね、お天統様のチャンネルです。伝統虫か、俺は。